雨ですね。あの今日はちょっとあの水というかあの出てるんで足場もちょっと悪くなってますんで、滑るところもあります。もう一つはですね、新しく作ったルートがあるんですね。でそこに、まあ、滑らないように階段を作ったり、新たに道を作ったりしてますんでまだ土がですね少し柔らかいところがあります。今年の企画はですね実際に作品を制作スタートしたのが5月の半ばぐらいかなんですね。で長い間使って少しずつ少しずつ作品を作ってもらっているっていう、展覧会になってます。ただ作品を作るだけじゃなくて今回の特色はですねその作品を展示する場所も整備して場所を作るところからスタートしてもらってますんで、まあ5月半ばからスタートしましたが実際に そこに作品ができ見えてくるっていうのはですね本当に後半、10月になってからあだいぶできてきたかな、でもまだこれじゃ足んないかなっていうような状況がありました。最後のギリギリまでやってた作家たちはですねオープニングの1時間ぐらい前までやってましたんで、まあ、今まさに新鮮な作品の新鮮な、感じがね見ていただけるかなと思います。作品を見ながら森も回って森も見ながらで森を見ながらまた作品を眺めるっていうようなそんな展覧会の、楽しんでいただきたいなと思います。そこに一つ、例年、まあ、ここ、3、4年ぐらい、ずっと続けている作品があるんですね。これは来場者ここに来てくれた方それからワークショップで参加した方が時間があった時にやる作品があるんですね。どうぞこちらへ。森の織物っていうふうにタイトルつけてます。これはこの実行委員長でもある石山さんが企画しまして、ここに何か大きなフレームのようなキャンバスのような、フレームを作りまして、でそこに縦糸だけ、まあ、麻ひもで張っているんですけども縦糸をこう這わせたんですね。その間にこの森の中で見つけたいろんな葉っぱだとか木の枝だとかつるだとかそういうものをここに挟み込んでいって、まあ、一つのキャンバスと言っていいと思いますけども、バックが森になってますね。その中に浮き出る絵みたいなことをここで繰り広げてます。今回はですね、いろんな人たちがここに関わってます。学生さんそれから、町の中でですね、ラブニール橋っていうのがあるんですが中山駅の、ところにある橋の上に花をですね育ててるグループの方がいるんですね。その方たちがここに来ていろいろな素材を使ってやってます。例えばフレームをここから切ってしまうとこれを生かすためにはこれもこれもこれもバラバラになっちゃうっていうことで結果的には写真を撮ったものをですね展示してます。地下鉄のところに行っていただくとこれがこのぐらいの写真なんですが貼ってありますので後で搬出する前に今日は見られないですかね、無理ですかね、はい、展示してあります。はい、この目印が分かりでしょうか。ルートにはこれが貼ってあります。でここに矢印がついてるんですがこれは方向を示してます。これを頼りに回っていくと作品を見ながら森を回ることになります。でちょっと見ていただきたいのは、ここにちょっとまあ斜面になってるんですがここはずっ
と同じような木が生えてます。これはあのクヌギですね、まあ、どんぐりとか、そういった類の木なんですが、ここはですね、あの唯一植林されてない場所ですね。まあ、もしかするとこの木もですね、昔農家の方が植林したんじゃないかなと思うんですが、ここは全部落葉樹が植わってるわけなんです。で、冬になりますとここ全部葉っぱが落ちるんで、ものすごく明るくなります。で、以前は向こう側がですね、今空がぽっぽりと言ってるうちに、まず一つ目の作品が見えてきました。東京の江古田の方からあの通ってきてくれました。で、彼女は大変忙しくてですね、つい、オープニングの1週間前までですね、10日ほどフィリピンの方でワークショップをしてきたり、それから、その前は新潟の方の展覧会の方に参加してたり、してました。で、特に彼女はこういったあのよく見るとわかるんですが、これは女性の方だったら誰でも分かるものなんですけど、あの髪留めですね。だからあそこにあるのはいろんなものなんですが、一つは、ヨーロッパのですね、ヨーロッパっていうのもおかしいですね、彼女はオランダにずいぶん長く行ってたらしいんですが、あの洗濯を干すロープですとか、まあその他にいろいろあるんですが、そういうものを使ってます。で、タイトルがですね、アリスのウサギの穴っていうふうにタイトルがついてます。アリスの穴って言っても穴ではないですよね。あの穴を作ってるわけではないです。彼女が小さい時に読んだ、不思議の国のアリス、そしてそれをですね、この森の中で探してみたいなっていうことで、まあ彼女が見つけた穴なんじゃないかなとは思うんですが、日常生活のものをこの全く対極の森の中に、自然の森の中に持ち込んで、そこで何か作るということですね。それがまあ不思議な、彼女はここだけじゃなくてあちこちに、こういうことをしてます。丘の上の方に行くとですね、それがいくつか見当たるんじゃないかなと、見つかるんじゃないかなと思います。ここにプレート、こんなところにちょっとプレートがあるのがですね、写真を撮ったりするためにこの辺に彼は置いたらしいんですが、2つの部屋というタイトルです。アーティストは金井俊一さん。金井さんは青葉に住んでらっしゃいますね。そんなに遠くない場所です。で、彼はここの森に来てあちこち歩いてるうちに、やはり植林された森だということ、それを注目したわけですね。彼はこの森をですね、一つの家というふうに、考えたらしいです。で、その森の中に部屋というようなイメージを思い浮かべさせるような空間をここに作ったわけなんですね。だからこれが四角く囲われているのはまさにその部屋の象徴だとは思うんですが、この横にこう渡してる枝はですね、ここに落ちた枝ですね。それからこれはですね、ここに立たせた枝です、柱です。で、何本かはそのように生きた木を使い、から何本かは下に、倒れ落ちていた枝を使いで、こういった四角い空間を作ってます。中に入れますどうぞこういう感じですかねちょっとあの外見、外から見ると蚊帳みたいに見えませんかね。懐かしい。はい、ここ入るときに思わずこうやっちゃうのは、ここもですね、蚊が非常に多く発生する場所なんです。
あの彼がなぜこれを使ったのかなっていうのはその辺からイメージできるんじゃないかなと思う。天井ないから。そうですね。はい。で見上げると空には木が葉っぱが、うん、この落葉樹の場所はですね、やはり綺麗にあの木漏れ日がねできるんですね。そうね。はい、天気良かったら良かったですね。木漏れ日は一個一個が一つの太陽だっていうふうによく言われてますが。うんうん、あの日食の時はですね、私もいましたが、一つ一つの木漏れ日がちゃんと欠けていくんですよ。一個一個が全部イメージが先ではなくて、そこの場所をやっていくうちにイメージが出てくるっていうやり方を今回は特に皆さんにやっていただきました。最初にこういうのがどうかなって思ってても、それがその場所を作っていくうちにどんどん変わっていく。これはですね、山桜です。ここは本当にね、いい場所で、春になるとこれ全部花咲きますから、非常にいい場所だったんですが、残念ながら去年の台風で、根元から倒れちゃいましたね。結局ね、日が当たらないんですね、あまりここは。だから根が弱くなっちゃうんです。でやっぱり虫も食いますし、根元から裂けてるんですが、ここまで裂けてます。ここまで裂け目が入ってます。ただこれはですね、倒れてから出てきた芽なんですね。はい、去年生えてきて少し葉っぱがありました。今年はここまで伸びました。ですからこれ危険すぎて私たちも手がつけられなかったんですが、寄りかかってる木をですね、何本か弱ってる木があります。それも含めておそらく これをなんとか生きないかなと思いまして、この辺から切った方がいいかなと思ってます。はい、どうぞ。この作家もここに来て初めてこういう作品をやろうかなっていう計画を立てたうちの一人ですね。片村慎さんっていう方が、この作品を制作しました。ここの場所はまだ誰もほとんどがですね、ほとんど今まで作品を展示するっていうことをしてなかった場所なんですね。でここに来まして、まず最初にこの切り株、それからここにある切り株、向こうはもうありますね。ここに切った後から葉っぱが出てる切り株がいくつかあると思うんですが、その切り株に注目をしました。でその切った切り株と同じ高さのレベルを揃えて、ここにあるですね、こういう丸太をここに埋め込んでいったわけなんです。まあ完全にフラットにはなってませんが、ここからずっとたどっていくと、ここまで水平を取ろうとしてます。ちょっと低くなってる部分もあるんですが、あと向こう側もそうですね。向こう側もあそこからずっと水平を取ろうとしてます。こういう形で広げるつもりではいたようです。実際にこれまだ彼やるそうですやり続けるそうなんで、エンドレスですね。終わりがないです。向こうもずっとどこまで行くのか、どういうふうな形に、平らな面を作っていくのか分かりません。ただできた暁にはですね、こう乗っていって森を高いところから見渡せるような作品になるんじゃないかなと私は想像しています。特に向こう側はですね、上に乗ってみるとかなり高くなってますので、見渡せるんじゃないかなと思います。ここで使ってるこういう木はですね、実際に間伐したものです。間伐って言っても私たちは森作りと一緒してやってますが、
まあ、腐ってしまって枯れてしまった木だとか、虫に食われて折れそうな倒れそうな木だとか、そういうものを、切ってるわけなんですね。だからそれを使ってますんで、実際もうこうなんていうかグズグズになってるものばっかりです。ですから組まれても、しっかり組まれてないと上に乗れないわけですね。ちょっと危ないです。